すごいいいとこやし、なんかサイクリングできたり、ちっちゃい遊園地があったりみたいな、なんかいろいろ教えてくれたから、全部は行かれへんねんけど、その中からスケジュール決めてのんびり旅、日帰りでやっていきましょうってことで、海鮮丼メイン旅ですね。せやね、楽しみやな。マジで楽しみ。俺さ、ほんまに青の橋立て記憶がある限りは行ったことないねん。これ多分あんねんやん。あの、またのぞき絶対したことあんねん。またのぞきやん、うん、あ、有名やもんな。そう、こうやってやつ、うんうん、いや、こうやってさ、なんかこうフォロワーさんが教えてくれたりさ、マジで俺は行きたいとこリストみたいな、それでもうパンパンに埋まってるやん。ほんまに、あの、マジでみんな教えてくれんねんや。そうそう、もうほんまありがたい。ほんでそれをスクショ全部撮ってフォルダにしてんねん。旅の場所とかじゃなくて、なんか普通に分からんこととかも教えてくれたりするやん。マジでありがたいなって思う。だって3人おれば文字の知恵って言うやん。もう、さ、難しい言葉知ってんな。いや、知ってるやん。クレバーのお菓子である。おー、そう、すごい。驚いですよ。え、マジで今日は真似された。俺が最初で来とって、ラコステのお揃いでも一番好き。なあ、いいよな、可愛い。このお揃い写真撮ろう、今日いっぱい。え、絶対撮ろう。天気もさ、最高ちゃう今日。いや、最後の夏みたいな感じで楽しんでいこうや。なあ、じゃあ楽しんでいきましょうか。レッツーまたのぞき。はなきん、到着。着きました。着きましたね。川崎ってとこです。ちょっと並ばないといけないみたいなんで。海すごい。やばいよここ。うわー、すげえ。この目の糸で。やばい、天気がいいからさ、めっちゃ綺麗な。夏みたい、なんか。な。日本の海って感じ。なあ。いいっすねー。今日はかっちゃんとお揃いのラコステと、はい、ノースフェイス。これめっちゃ可愛い。可愛い？うん。と、なんかナイキ、これさ、頻繁よく聞いてくれるんやけどさ、ニーニーにもらったから分からへんねんな。ナイキということで。で、これはあのリコがよく使ってるアーバンリサーチで買ったエコバッグ。地球と全てのものにいいことを。300円くらいやった気がする。めっちゃいい、これいいね。楽楽ファッションで。そうやで、今日サイクリングもするかもしらんから楽なファッションが一番いいよ。かわいい、かわいい、似合ってる。そのズボンがマジで俺持ってんの知らんかったからさ、ええわ。最近行ってなかった。釣りしてる人おるやん、あそこ。いくらさ、いつも釣りしてる人にさ、みんな釣りいいんですかって小声で聞くのがさ、聞くな、聞くな。聞きに行こう。やっぱなんか太陽浴びるのってマジで大切。まあ、そう、なんかビタミンが体で生成されてる気がする。暑いけどやっぱ夏ではないな、日差しも。うん、涼しい、うん、風がある。やっぱこういうとこが好き。そう、全然日通らんし。だって教えてくれた人も自然大好きな花金カップルさんやったらめっちゃ楽しいと思いますみたいな感じだった。気持ちいいな、時間ゆっくりやな。ずっとここで喋る動画でもいける。マジでリコ、ほんまに海の近くとかに住みたいな。じゃあほんまここだけの動画になっちゃうから一回止めます。はい。メニューを選んでます、この人。どうしよう、これ。え、でもリコ、この甘エビもさ、好きやからさ。お、ヨボルド、ヨボルド。はい。あります。
やばい、やばすぎ、どんだけ入ってんねん。大事にして、それでも食べていきましょう。マジ嬉しい。それでも食べるわ、一口目は、うん、いっちゃおう。うわ、贅沢。いただきます。食べください。前は海、最高。ロケーション神。いただきます。俺サーモンからいくわ。やばい、色が溶けた。うまっ。サイクリングすることが決定したから、うん、頑張って、あの体力つけるためにいっぱい食べよう。僕言っていいですか？味噌汁が1位。え？今まで飲んだ味噌汁で一番美味しいかもしれない。飲みない？めっちゃ幸せそう。いか、どこいか、いいよ。では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 、こちら用意しました。うん、完璧です。これを入れるの？そうやろ。え、さっきこっち側でねんの？あ、そっか、薬味入れちゃって。はい、皆さんどうですか、リコとデートしてる感じで見てください。僕はいつもこんな景色を見ております。かわいいでしょ、皆さん。いただきたいと思います。はい、うわ、もう5階に行っちゃって。10キロも食べた。何？わさびの皮まで食べた。ごちそうさまでした。美味しかった、最高。マジで教えてくれたホラーさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。間違いないね、やっぱ地元の人が言うところは。いや、間違いないよ。では今からね、サイクリングやろうかなと思うんで。楽しみ。この辺にで多分受付すると思うねんけど。江ノ島ぶりやな。いや、ほんま俺ずっとやりたかった。あれクソ楽しかったやん。楽しかった。じゃあちょっと、これか、あ、これか、あ、これや。じゃあちょっと受付を行ってきます。してきます。はい、入手。入手です。足が長いので高さを変えます。うん、せやな。足ちょっとリップ本当は短いね。いや、本当はって知ってるよ、その。もういいよ。当たれる。はい、いけるかね、これで。一回こいでみ。高い、ちょっと。どれ、じゃ自分の好みちゃう。いいやん、これくらい。これぐらい、うん。はい、このマップに沿って行きますね。なんかさ、あのここえすごいねんな。すごいことあったんすよ。ここのなんか神様がなんか知恵の神様で、三門寄れば文殊の知恵の神らしい。三門寄れば、三人寄れば、三人寄れば文殊の知恵のお寺さんやって。 そのさっきの人教えてくれてさ。そうで、なんかこう行って、うん、でここまず、そう、ここの天の橋立てビューランド行って、あの上からまず天の橋立てを見ます。あー、オッケーオッケー。また覗くやつね。そう、リフト乗るやつね、これで。戻ってこう行って、まあなんかいろいろしてここ寄って、そうそう、でこの辺はーって、この辺って一番大事やん。天の橋立てや。あ、そうなん。ガーって行って、うん、最後こうの天照大神様が伊勢神宮行く前に寄ったらしいです。そうそう、すごい有名なとこや、ここ。そう、でなんか楽しんでいこうって感じで。よっしゃー、3時間あるんでね。はい、楽しんでいきましょう。行きましょう。じゃあ行きますか。行きましょうか。レッツゴー、レッツゴー。気合は十分ですか？十分でござる。結構な距離やけどさ、
リコでもジムでさ10キロとか走ってるからさ余裕余裕余裕。信号赤です。止まります。止まります。意気込みをどうぞ。意気込みはね、バテず生き切りたいと思います。そうやな、うん、楽しんで最後まで楽しもう。なんかさ美味しそうなさ、お菓子あるみたいな言ってたよ。いや、言ってたな。まんじゅう？あ、まんじゅうって言ってた。かな。それで糖分も摂取しながら。あ、それも食べたい。行きましょう。あ、行きましょう。海や、めちゃめちゃええや。いいね。うわ、海の音最高。うわかっこいいな。頑張って生きてるね、みんな。みんな頑張って生きてるよ。うわすげえ。すごい。いやすごいいいよ。あー気候最高やわ。なあ。ずっと線路沿い行ってまーす。なんかぽくなってきたぞ。ほんまや、こっから行くんかもな、もしかしたら。あ、リコ、ビューランドや。ここや。あ、ここや、ここや。上がっていくんや。ここや。あ、ここや、これや。おお。右やろ。どう考えてもこれ、右出てるやんけ。あ、これや、これや。あ、これや。よっしゃ。リフトにしよう。一人ずつ。リフトにしよう。一人ずつ行きましょう。はい。はい、ありがとうございます。楽しい。うわあ、すげえ。こんな感じです。まぶいまぶい。影はいいですね。涼しいです。さっちゃんは何かをしておりますね。ここからめっちゃ高鳴るやん、リコ。怖い？え、いや。怖いね。怖い。怖いんや。いや、なんか帰り怖そう。確かに帰り怖そうやな。帰りもノレールでもいいよ。うわー、めっちゃええやん。めっちゃ楽しいやん。な、後ろ見んとこ？まだ。せやな、そうしよう。うん、後ろ見んとこ。綺麗な空。似てるんかな。多分 GoPro には映ってる気がする。何が？後ろ見ちゃった。たっちゃん一緒に見よっか。一緒に見る。そこで見えそうちゃう。もうほんまや。いい、ここ我慢しよう。ここ見たらあかんってこと？こう行こう。こうやろうじゃん。どっから見る？あそこや。あそこか。隠れてる？うん、俺見てないよ。ひらひら、リコ。うわ、すげえ。きれい。すげえ、普通に見すごい。今日晴れてるし、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗よ。直立の景色と変わり、海が空に見えるねんて。ビビューに見えんねんて、海が空にあるから。マジ綺麗。ちゃおろいやん、これ。なんかさ、ゴンかけ顔だけ投げ、よくよけがんかけ、やってやりたい。やろう。そんなん、これ俺役年やし。あれいいんだ、ゲンちゃん、ほら。あれか、一人ずつやる。いや、一人ずつやろうや。3枚ずつ。うん、これにしよう。はい、よっしゃ、行きましょう。あなたの書きたい願い事が見つかるよ。これさ、入ったはいいものの、入らんかった意味ないやん。でも投げることに意味あるから。行きました。行けた。オッケー。じゃあ見せよう。1枚目か。1枚目、はい、せーの。
心身健全です。商売繁盛です。2枚目商売繁盛大事やからね、はい、商売繁盛。2枚目は俺対岸成就。あいいやん、大きな望みを成し遂げられますよね。俺は望みってでっかいやんか。確かに。だからそれを成し遂げたい。対岸成就ってよかった。よかった。で最後がリコ家内安全です。ああ大事な、うん、リコらしい。はい、俺最後はもう目に入ったやつこれやって思いました。初縁吉祥です。今はつながりのあるご縁に幸福がありますよね。あいいよ。いいやろ。みんな優しい優しい人や。え、じゃあ行こう。行こう。2個から行こう。これ見えへんかもな。一番ちょっと大丈夫そうな心身安全から頼むぞ。全然全然安全ならええやん。頼むわマジで。家内安全。家内安全。それも大事よ。どうやったらいいん？うわっ！ちょもうほんま終わったんじゃん俺らもう。商売繁盛いきます。商売繁盛。商売繁盛。商売の女やんこいつ。じゃあ俺はじゃあもうあのリコが入れてくれたからとりあえず商売繁盛。うん。いきます。OK。商売繁盛。おい。よっしゃ。じゃあこれ次。初縁吉祥。いけ。今つながりのある関係。リコがさ、あの家内安全外したからさ、これ決めとかなやばい。絶対いけ。初縁吉祥。よしよし。はいこれ最後。これ絶対成し遂げよ。はい。でっかいこと。もう絶対入れろ。絶対入れる。対岸城。リフトで帰ってます。マジで綺麗、めっちゃ楽しかったですよ。ここまた一つ思い出が増えましたね。たっちゃんとね来たらどこでも楽しいですね。楽しかったね。最高やったわマジで。え次はあの寺んとこ行く。次寺んとこですよ。寺巡り楽しみ。前さこと正樹やってたよあいつら。ホイエのよくエグいからな。恋愛みくじだけ引かせてくれ。頼むから引かせてくれって言っとったもん。あ、知恵の文字これじゃん。違うのかな。あ、これや言ってました。あ、これじゃん。しかもここあれじゃん、これじゃん。ほらもつ行っちゃった。もついた。出ました。到着です。ここ何やったっけ。知恵のあの三人よれば文字の知恵の。あ、そうや。じゃあ入っていきましょう。お邪魔します。アホが2名入ります。失礼します。少しアホ2名入場。少し知恵をください。ください。お借りしたいです。いやお借りじゃなくて欲しいです。欲しいです。返しません。なんかおみくじにはない。あでもなんかかけてはんの。かけてんの。おみくじっぽいやつこれあれや。絶対頭にかけなあかん。アホアホは頭にかけろ。アホはこういうんじゃない。あ、先行。あ、任意やってリコ。あ、じゃあ失礼させていただきますね。たっちゃんとリコ分ね。あ、はい。真ん中つど。浴びるね。よし、OK。最近さ、うん、サッカーの足もアホやからさ、うん、ちょっと足にも知恵を。あ、まあ、絶対やった方がいい。スタメン外されたから。おい、言うな言うな。みんなが俺のマークをしてくるから温存って言うんですよ。はい、温存、温存スタメン外し。温存エースです。よし、心臓も賢く。心身健康。ちょっと太ったからお腹にも。お腹、知恵、知恵蓄えたらまた布団ちゃんそれ、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。よし、行きましょう。行きましょう。小吉や。吉、やった。俺小吉や。結構願い事、人の助けで整う、あらすまぬ境地を描いてる。え、俺もそうやで、他人の助けにあって思うようになりますよって。周りが助けてくれんねや。それから何もせんでいいんだよ。何もせんでいい。いいですね。いいですね。
大好きじゃないから巻いて帰ろうか。巻いて帰りましょう。熱すぎる。熱いな。マジで。うわ、聞きたくない音。これ前もさ、前もこれくるくんでくくったところで俺がくくろうとしたらそこでガッサー全部ゴミ箱に。ちょっとあそこの通り行ってみて。どこ？まんじゅうみたいな。あ、行ってみよう。なんか何やったっけ、穴開きまんじゅうやった。そんなんやった知恵のまんじゅうみたいなんじゃなかった？あ、それだけ。何穴開きまんじゅうって全然ちゃうマジで適当に喋るよねシュイシュイシュイあ、これ言わないと。ありがとうございました。これで俺らも天才天才帰ります。天才帰り来た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 。え、めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃうまそう。俺絶対好き。え、めっちゃ美味しそう3個入りしかなかった。じゃーん。いい、美味しそうだね。いただきます。いただきます。なんか糖分がちょうどいいな、体に。あんこ好きやねん。俺も好き。私やん、あんまんこだけやん、これ無理。じゃんけんしよう大将グッじゃんけんほい俺買っても半分しようとしてたのにアンチフエンターで今いけいけ、行ったら行ったら。顔やばかったお前ガチびっくりしたもん。あ、ダメ。あ、マジかよこいつ。絶対リコもいらんかってんじゃん。ミッコはでもタツヤの反応見たくてダメだ。200円払ってな俺に。うん、結構言うなってみんな見てるからおー、すごい。結構早いんや、ここで見たら。お、すげえ。すごいな、このこれを計算した人。だってな、隙間を考えてやってる。せやで。レッツゴーです。うわー、めっちゃ綺麗。え、写真撮るこれ。すごいな、青い橋ってなんかないもんな。写真撮ろうか。写真撮ろう。ようけ撮りましたね。いっぱい撮った。え、マジでこの青い橋はどこで写真撮っても可愛いからおすすめです。おすすめ。気をつけろよ。危な、そこそこチクチクやん。すげえ。今一番太陽綺麗んちゃう。めっちゃ綺麗やん海。見て、うわ、すげえわ。うわ、綺麗。うわー、すっご。ね、最高やね。あそこ座ろうや。いや、かわいい、この木。この木、かわいい。え、これさ、間に合う大丈夫？もう1時間や、あと。やばい。とりあえず15分ぐらいで行けるって言ってたから、うん、まあ15分、15分で、まあ30分ぐらいは移動で撮られて。うんうん、時間ない最高ですね。ここ今天の橋立てです。え、そうなん？そうやで、あの見てたとこ。見てたとこや。え、そうなんや。今ここ渡ってんね、龍のとこ渡ってます。すげえ、なう。やばい、すごい。うわー、すげえ自然やな。なんかもう帰りたくない。こんなにずっとこういうとこ降りたいと。またすぐ来ようや。うわ、リコ右から行け、俺左から行くから。早い方が勝ちな。こけるなよ。ガチ早いや、あいつ早っ。姿勢キモ。うわ、絶対夕日綺麗わ。うわ、ここさ絶対エグいわ。絶対戻ってこよう、ここ綺麗けどさ、山やからさ早く沈んじゃう。確かに、海に沈んでいくんだ。
ないな。うわこれワンちゃん帰ってきたら沈んでんな。まあまあまあ、それもまた生きようということで。出た写真マン。綺麗なと思ってここ夕日が。気をつけてな、はい、自然の顔を追い求めて写真に命を吹き込むのが私の仕事。なっかもう俺らの貸し切りやぞここ今。俺らの島だぜ。はいえ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 い。うわ、ここめちゃめちゃ火が出てる。イエーイ。うわ鳥だなってるやん。ジョイ出た。もうマジで。うわいたいた。自分の怪我なんてものともせず突き進む女。しかしその一枚には人々の心をも動かす何かがあった。走り方はダサい。最高ですね。最高ですね。あいあいあい。が通るで。リコどんだけ何があろうともチリンチリン一回も鳴らしたことない。鳴らしたことない。チリンチリンクラクション鳴らしたことない。インキャン。の待つやって。すげえ。インキャン。え？インキャン。何がインキャン？はあ気持ちいいな。うん、車もさ、うん、ええと思うねんけどさ、うん、やっぱ車じゃ見えへん景色をさ自転車で見えるやんな。あしかもすぐ止めてさ、うん、ちょっと散歩しようみたいなこと言ってるな。あ寄り道できんな。あえ今日泊まりやんな。え今日泊まりやんな。帰るよ。はちゃん、はちゃん運転で。うん、本当は帰りたくないけどね。ありがとう、いつも。すいませんね、無免許なもんで。助手席で楽しんでくれてるだけ十分です。うん、愛する、I love you, my darling, forever。 ゴーリャゴーリュー。うわ、綺麗。うすごい。めっちゃ綺麗。マジで綺麗。すごい綺麗。やばー。写真撮る？撮ろうかこれは。これはちょっと写真撮ろう。みたい。はい。めっちゃ綺麗かったね。マジで綺麗かった。うわもう見えんくなる。ちょうどよかったな。ちょっとねあの時間の方がねあれなんでパッパ行きましょうか。いいの撮れたね。最高やったわ。ちょうど逆光で俺の顔が見えんくて最高やった。ちょうどよかった。ちょうどよかったじゃん。うわ着いた。これや。はい。え？え？閉まってんじゃん。え？え？だってさあれじゃない。入り口多分。あら。ちょっと待ってて。行きました。うん？何？え？これか。俺も今調べてマップで、うん、5時までやった。今5時10分。わお。まあ仕方ない。仕方ないね。また来てなーってことやわ。せやな、また来よう。こうやってやり残したことがあったらまた来ようってなるもん。確かに確かに。いいやんいいやん。楽しかったし、うん、ここまでの道が。楽しかったね。しかも1回行ったしな、神社。2個も行ったらあかん、欲張ってたの。そうやってすぐいい言い訳を見つけるからな、俺らは。あー、楽しかったな。楽しかったね。今からもう普通に戻って、返して。そう。おしまい。今日おしまいです。あおしまいか。夜ご飯もなんか食べに行こうか。じゃあえ、食べたい。食べる。何食べたい。はなきーカット。はぁ、あ、楽しかった。楽しかった。もう
もうね、暗くなると思ったんで、さっきエンディングを撮りましょうということで。いや、今日一日マジで長かったなあ、朝起きてなあ。そう、ほんまに充実してたわ。来てよかったな。来て最高。また遠出とかお出かけって最高やな。マジでおすすめちゃう、ここ。マジで教えてくれたフォロワーさん、マジでありがとうございました。ほんまに最高でした。美味しかったし、あの美味しかった、ほんまに。やっぱあれ、自然守りたいなって気持ちになった。マジでなる。なんかほんまにさ、ゴミ拾いとか行ったらいいかな。なんかどういう活動があるんかを教えてほしい。まあ、自分でも調べろって感じなんやけど。何かあれば、そういうね、活動もしていけたらなって。そうですね、エンディングはもうさらっと終わって、ご飯食べに行こう。美味しいもの食べよう。じゃあとりあえず行きましょうか。名残惜しんでるやん。そう、なんかもう動きたくなさすぎて、やばい。なんか海がさ、浮かんでねえよって言ってる。マジで俺、あの京都の上の方とか日本海寄りのところめっちゃ好きやね。あ、そうなの。そう、だからいろんなとこ行きたいね。カニとかもさ、美味しい上や多いから。魚跳ねた、終わるぞ。じゃあバイバーイ。すごいいいやん。めっちゃやっぱ